たまび知識認定コーチの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん。病気にならない生き方3若返り編です。新谷ひろみ先生の本です。新谷先生って商品の方も開発されてる先生で、コーヒーエネマとか新谷酵素でも有名な方です。1の本が真っ赤っかですごいベストセラーになったので、マクロビオテックとかアンチエイジングの鬼の方々はもう今更って感じなぐらいよく読まれてる本です。この本ですね、私、今習ってる英語の先生と夜の生活のお話になってですね、この本良かったよって推薦いただいたんで読んでみたんですけど、あんまりエロの話多くなかったってか、ほんのちょっとしかなかったんです。どんな話であったかっていうと、愛のあるセックスは最高の若返り法ってお話なんです。健康で愛に満ちたセックスはその人の人生を豊かにしますっていうお話でですね、アメリカのハーバードヘルスレターの調査によると、女性は60代で 81%、 70代で 65%、 男性では60代で 91%、 70代で 79% の人がセックスをしているって結果が出ているんだそうです。そしてセックスをしているって答えた人の 90% 以上が健康状態はとてもいいと答えていると。健康との連関性がはっきり出てるんですね。で、セックスライフの充実は女性の老化現象を防ぎ若さを保つのに役立つと。男性の場合は出しちゃうことがエンザイムの消耗が関係しているので、接して漏らさずっていう教えがありますねっていうお話がご紹介されてます。私ちょっと男じゃないのでそのあたりの感覚よくわからんのですけど、私これ感心したのは、最後の方に新谷先生ご自身の、ご意見が出てるところがすごく面白かったんですっていうのは、新谷先生がですね、ですから私は嫌なこと、やりたくないことは一切しません、それは仕事でもプライベートでも同じですって言ってるんですね。自分がやりたいことしかしないために人一倍努力なさってきたんです。そこら辺詳しく書いてあるんですけど、まさにこれコーチングのワントゥーの生き方そのものなんですよ。自分の好きなことをしていると生き生き元気で暮らせるっていうのを実践なさってる方なんだなって拝見してました。健康に興味がある方すごく面白かったのでぜひ読んでみてください。